今回は仮、Linux のインストールについて、解説していくぜ。仮 Linux って何なんだ？仮 Linux っていうのはDebianベースの Linux ディストリビューションで、主にペネトレーションテストの用途で使われる OS だぜ。ペネトレーションテストって？実際にクラッキングをしてシステムが安全か確認するテストのことだ。要はハッキング用 OS ってところだな。マジか、早速使ってみたいんだぜ。インストールする方法はいろいろあるが今回は一番簡単であろう。バーチャルボックスにインストールするやり方を紹介するぜ。よろしく頼むんだぜ。バーチャルボックスは適当にポチポチすれば簡単にインストールできるから割愛するぜ。了解だぜ。そこは頑張ってインストールするぜ。じゃあ早速 OS のイメージをダウンロードするところから解説するぜ。まずは Google で仮 Linux と検索するんだぜ。検索上位の kali.org がイメージファイルをダウンロードできるサイトだぜ。上部メニューのダウンロードスをクリックしてダウンロードページへ移動だぜ。今回はバーチャルボックスにインストールするから仮、Linux、64bit、バーチャルボックスの、オッペンシベ、セキュリティ、VM、ダウンロード、ページをクリックして VM 用イメージダウンロードページに飛ぶぜ。ページに飛ぶと VMware 用とバーチャルボックス用が用意されているから、バーチャルボックスを展開してイメージネームをクリックしてダウンロードするか、トレントをクリックしてトレントからダウンロードする方法の2つがあるんだぜ。トレントファイルは専用のダウンローダーが必要だから、ソフトウェアを持ってる人は使おう。私はソフトを持ってるからトレントでダウンロードするぜ。ダウンロードが終わったらバーチャルボックスに OVA ファイルをインポートするぜ。メニュー、ファイル、仮想アプライアンスのインポートをクリックだ。ダウンロードしたファイルを指定して次へ押すぞ。ライセンス等に関する警告が出るので、よく読んでから同意して進めるぜ。インポートはしばらく時間がかかるので気長に待つぜ。インポートが終わったのでとりあえず起動するぜ。ついに仮、Linux とご対面できるぜ。そういえば CPU の設定とかしなくていいのか？いきなり CPU の数などいじってしまうと起動できなかった時が大変だから、初回起動はとりあえずそのまま起動させるぜ。うおおかっこいいロゴが出てきたんだぜ。M.2 に入れてるから一瞬で消えちゃうけどな。ログインする時のユーザー名とパスワードは初期設定で両方仮になっている。デスクトップが表示されたんだぜ。正常に起動できているみたいだから落として設定を変更するんだぜ。VM を使っている時は基本ホスト PC では何もしないから、メモリは 4G、CPU は半分にして贅沢に使うんだぜ。個人的な好みでチップセットは ICHQ にするんだぜ。そしてディスプレイメモリは 256MB にするぜ。うん、ディスプレイメモリの上限は 128MB だった気が。これは裏技的なやつなんだがディスプレイの数を一度8にして、256MB に設定した後設定を開き直してディスプレイの数を1にすれば、256MB になるんだぜ。そんなやり方が。あとはホストとの共有フォルダ設定すれば完了だぜ。これは個人的な好みだからいらないと思う人は設定しなくてもいいんだぜ。設定するときは自動マウントにもチェックを入れるのを忘れないようにするんだぜ。設定が終わったので、再起動して初期設定的なのを済ませていくんだぜ。初期設定って何をするんだ？インストールされているソフトウェアのアップデートや仮 Linux の日本語化と日本語入力のインストールだぜ。なるほどだぜ。日本語関係は好みで別に入れなくてもいいんだぜ。前回と同じでユーザー名とパスワードは仮だぜ。まずはインストールされているソフトウェアのアップデートをするんだぜ。左上にあるターミナルのアイコンをクリックしてコマンド入力ができる状態にするんだぜ。コマンド入力？やったことないから怖いんだぜ。コマンド間違えてパソコン壊さないか心配だぜ。画面通りにやれば何も問題はないから大丈夫。まずはやってみることが肝心なんだぜ。が、頑張るんだぜ。入力する画面が現れたら、須藤、アプトゲット、アップデートと入力してアップデートの確認をするんだぜ。
出動コマンドは上位権限での実行だからパスワードの入力を催促されるんだぜ。仮と入力して実行させよう。次に最新のバージョンにアップデートをするために、出動、アプトゲット、アップグレード、-y と入力する必要があるんだぜ。しかし、アップデートを高速で終わらせるために今回はアプトファーストというアプリを使うんだぜ。CD、デスクトップ Git、クローン、https://git/hub.com 意見をアプトファースト .git と入力するとダウンロードが開始されるんだぜ。次に CD、アプトファースト出動、bash、quick-install.sh と入力するとクイックインストールがされて、アプトファーストコマンドが使えるようになり、高速にアップデートをすることが可能だぜ。いらない人は普通に出動、アプトゲット、アップグレード、-y でアップデートしていいが、動画ではアプトファーストコマンドを使うぜ。出動、アプトファースト、アップグレード、-y と入力してアップデートを開始するんだぜ。アプトファストを使うとアップデート時に開始されるダウンロードを並列的に実行するので、高速にダウンロードすることが可能なんだぜ。注意点として、ダウンロードは並列化されるがインストールは並列化されないんだぜ。アップデートが完了したので日本語化と日本語入力を導入していくんだぜ。出動、アプトゲット、インストール、-y、タスク -japanese、タスク -japanese-desktop。 これで日本語関係のパッケージをインストールするんだぜ。インストール終わるまで加速するぜ。インストールが完了したら次のコマンドを入力して日本語に設定するんだぜ。出動、 dpackage-reconfigureLocals。 すると次の画面が出現するので、 j_jp.utf8UTF-8 をスペースキーで選択して、タブキーを押して OK にフォーカスした後にエンターキーを入力。次に j_jp.utf-8 を選択して OK だ。次に出動、アップデート -locale、live-jp.utf-8 と入力すれば日本語化は完了だ。そして再起動をするぞ。右下に IME 的なアイコンが出ているので導入は成功している。一度左上のメニューを開くぜ。ここで日本語になっていなかったらもう一度再起動しよう。そういう日もあったりするんだぜ。起動するとユーザーディレクトリの各フォルダの名称を日本語にするか聞かれるので、次回から表示しないにチェックを入れて古いままにするを選択するのをおすすめするぜ。次に入力ができるようにキーボードの設定を変更する。左上メニュー設定からキーボードを選択。レイアウトタブに移動して、システムデフォルトを使用するのチェックを外すぜ。レイアウトオプションで一番上のハイフンを選択して、次に左下の追加を選択。一番下の日本語ツリーにある、日本語 OADG.9A を選択して OK を選択だぜ。余った英語 US を選択して削除して閉じれば設定完了だぜ。試しに日本語をターミナル上に直接入力するぜ。ちゃんと入力できているのでこれで日本語化と日本語入力設定が完了したぜ。ついでにタイムゾーンの設定もやっておくんだぜ。出動、dpackage-reconfigureLocals、タイムゾーンデータ。と入力するとタイムゾーンの設定画面が出てくるので、日本に住んでるならアジア東京を選択すれば日本時間が設定されるんだぜ。これで仮 Linux の導入と日本語化が完了したんだぜ。ペース早すぎて何も言えなかったんだぜ。実際に見ながらインストールする場合は一時停止しながら自分のペースと合わせてやるのをおすすめするんだぜ。わかったんだぜ。今回はハイペースで仮、Linux のインストールや設定について解説したぜ。このチャンネルではハッキング霊夢がいろんなハッキングについて解説していくからぜひ、チャンネル登録していってくれ。それではまた次回の動画で、ご視聴ありがとうございました。